庶民将来。昔々あるところに、ごず天皇がいました。お嫁さんが欲しいと思ってると、鳩がやってきて、竜宮城へ行きなさいと教えてくれました。ごず天皇は竜宮城への旅に出かけました。途中、泊めてもらうところを探していると、この辺りで一番のお金持ちの、ごたんという人の家がありました。ごず天皇が一晩泊めてくださいとお願いしました。ごたんは意地悪く、うちは貧しいから泊められないと嘘をついて断りました。ごず天皇は困りました。仕方なく歩いていくと、庶民将来の家がありました。ごず天皇は泊めてくださいとお願いしました。優しい庶民はどうぞ汚れていますがと言って、家の中に招いてくれました。そして栗のご飯を炊いておもてなしをしました。次の日出発する前に、ごず天皇はお礼として、宝物の玉を庶民に渡しました。この玉は優しい人が持つとお金が貯まるのでした。その後、ごず天皇は竜宮城についてお嫁さんをもらいました。何年か経ったある時、自分の生まれ故郷に帰ることにしました。途中また庶民の家に泊まりました。優しい庶民は長者になっていました。金持ちになっていたんですね。それを羨ましく思った御丹も、ごず天皇を家に泊めようとしましたが、意地悪は変わらなかったので、逆に次々と悪いことばかりが起きました。一方庶民はいつまでも幸せに暮らしました。ごず天皇は悪いことを追い払う神様だったのです。この伝承が元となって、庶民将来の子孫と書いた札が、厄除けに使われるようになりました。疫病退散に効果があります。庶民将来の子孫の札です。